むやみやたらにレスキューとか、リスクの管理ができない、リスクを知ることによってトラブル自体をなくしてしまう、この俯瞰で物を見れるっていうことがリスクマネジメントの一番大事なことです。あなたの隣の人を守るということ、隣の人が大事に思っている自分自身、あなた自身を守るということ。はい、タレキです。今回はダイビングのリスクマネジメントについてお話ししようかなというふうに思っています。で、ダイビングのリスクマネジメントにとって一番大事なことって、実はレスキューダイバーコースの中にほとんどそれが詰まってるっていうことがありますので、レスキューダイバーコースをね、始めてみてはいかがですかというようなお話をしていきたいなと思っています。で、結論から言うとレスキューダイバーコースやった方がいいです。今回の動画ではそのリスクマネジメントにレスキューダイバーコースがどういうふうに役立つのかっていうところと、あとレスキューダイバーコースっていつ頃始めたらいいのみたいな、その始めるタイミングみたいな話であったりとか、あとですね、リスクを学ぶことで他者思考になるっていうね、思考がちょっと変わってですね、視点がすごくね、高いところに行くというか、俯瞰で物が見えるようになりますよというお話。あと、レスキューダイバーコースのね、概要をちょっとお話ししながら、ダイビングのリスク対応へのね、考え方であったりとか、哲学みたいな話をですね、していきたいなと思っていますので、最後まで見てもらったら、あれ嬉しいです。僕のチャンネルでは、ダイビングや海の話題を中心に、皆さんに何か役立つ情報をですね、発信していきたいなと思っております。もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今回ダイビングのリスクマネジメントについてなんですが、レスキューがどういうふうに役立つのかという話なんですね。で、まず考えてもらいたいのは、お仕事でもですね、例えばどんなプロジェクトをやりますよとか、もしくは何か商売で物を売りますよとかなった時にですね、ただ物を売りますとか言うだけではなくて、売れるかなとか、ね、このプロジェクトがうまくいくかな、その時にどういったリスクがあるのかなってことを考えると思うんですね。ダイビングでもやっぱりそういった同じように考えるべきなこと、考えるべきことで、特に海とか自然相手にですね、するアクティビティなので、やはりそこに潜んでいる、潜在的に潜んでいるリスクであったりとか、っていうことをですね、全般的に学ぶというのはとても大事なことなんですね。オープンウォーターコースっていうのは、基本的には自分でダイビングのやり方を学ぶっていうことですね。で、アドバンスコースっていうのは、いろんなダイビングの、種類をですね、体験することによって、ダイビングの楽しさの幅を広げていくということ。そして、レスキューダイバーコースの場合は、今度はダイビングが持つリスクを知ることによって、それに対する対応の仕方であったりとか、心構えっていうのを学ぶというところになっています。コースの中では、実際に目の前でトラブルが起こった時に、どういうふうに対応するかっていうようなことも勉強しますが、一番大事なことは、リスクを知ることによってトラブル自体をなくしてしまう。これがね、レスキューダイバーコースの本来の考え方です。いつ始めたらいいかっていう話になってくるんですが、これね、海を楽しむことをまずね、最初に感じてもらいたいなっていうところがあったりします。例えばあんまり年に1回しかダイビング行きませんよっていう人がですね、もちろん知識としては知っておくべきことなので、勉強するのは構わないんですが、せっかくに休み遊びに行くんだったら、もちろんその海をね、楽しみ方で楽しんでもらったらいいかなと思います。やはりおすすめなのは、休みのたびにいろんなところに潜りに行きますよというね、ちょっとね、アクティブなダイバーというか、頻繁にね、いろんなところに潜りに行くダイバーの方はですね、ちょっとレスキュー考えてもいいのかな。特に例えば週末に伊豆の方にバディダイビングしに行きますよとか、そういった方はですね、レスキューダイバーコースの知識が非常に役に立ちますんで、ちょっとね、コースを取ることを考えてみてもらってもいいかなと思ってます。で、リスクを学ぶことによって、その他者思考になるわけですよ。視点が変わる。だから、自分の思考がどういうふうに向くかっていう話なんですけど、オープンウォーターコースはよく言って自分に思考って言います。コースを取るってことなので、自分がそのコースのライセンスの資格を取るってことなので、これは自分思考になります。で、アドバンスコースに関しては、これ課題思考って言ったりします。いろんなダイビングのね、課題というか、遊び方がありますので、それを知るっていうことは課題思考って言います。そして、レスキューダイバーコースに関しては、これはね、他者思考って言って、自分の一緒に潜ってるバディさんがどういうふうなトラブルを起こした時にどういうふうに対応したらいいかとか、じゃあどういうふうにリスクがあるんだろうかっていうことを考える、イコール自分のトラブルのことについても考えるということになります。いわゆる視点がこう自分課題ってなって、ちょっと視点が上に行くというか、この、ね、仲間と一緒に潜るっていうことの視点に行くということ、いわゆる俯瞰で物を見るということですね。この俯瞰で物を見れるっていうことが、全てのこのね、ダイビングだけじゃなくて全てのことにおいてリスクマネジメントに一番大事なことですので、こういった視点をね、ダイビングでも持つということが一番大事です。ではですね、レスキューダイバーコースというのはどういうふうな感じで物事を教えていく、概要ですね、とですね、考え方の話をしようかなと思うんですけども、レスキューダイバーコースでやることって大きく分けて3つです。3つ。学科の勉強とスキルの練習、そしてシナリオ。この3つになります。
はい、で、まあ、学科の勉強なんですが、これが非常にこう役に立つんですね。自然の海とか自然とかがある持っている潜在的なリスク、例えば波が高いであったりとか流れがあるであったりとかっていうの話であったりとか、うん、天候であったりとか透明度であったりとかっていうようなお話から、皆さん体調ですよね、体調が悪かった時にどういうふうなリスクがあるんだろうかっていうであったりとか、ね、あとは心理的な面、何かこう心理的に不安な要素がある時にはどういったリスクがあるんだろうかっていうようなお話、もちろん実際に目の前で起きたトラブルに対してどのように対処するかっていうような方法論も、勉強で学ぶことができますので、もう本当にダイビングにまつわる全てのリスクに関してのこの、ね、情報を、まあ、網羅しているというぐらいに情報量が非常に多いので非常に役に立ちます。そう言われてみればそうだよねっていうことが結構多いんですけど、それが一番逆にとても役に立つというか、うん、一番忘れやすいペッタにもあります、うん、なのでそういったところをね、もう一度ね、勉強し直すというかとても大事なことです。そして次はですね、スキル練習なんですけども、スキル練習っていうのはこれ大きく分けて3つあります、うん、対応のステージがですね、3つぐらいのステージがあって、それに対する対応方法ってあるんですが、1つ目はただ単に疲れているだけのダイバーへの対応、そして2つ目がパニックを起こしているダイバーへの対応、そして3つ目は意識不明ダイバーへの対応、この3つです、うん、この3つに対してまずその目の前で起こっているトラブルを起こしているとか、どのステージにいるのかっていうようなところを評価するということ、判断するということ、判断した上でそれに適した安全な方法でのアプローチ方法、近づいていくってアプローチ方法を学んだ上で、そして実際にトラブルを起こしている人たちにこういうふうに手伝ってあげましょうっていうようなことの練習をします。これってじゃあ学んだから何か起こった時に自分が必ずやらなきゃいけないのかっていう問題ではないんですよ。ただそのやり方を知っているということがまず大前提。例えばですね、バディで例えば、まあ、夫婦でも、カップルでもいいんですけども、非常に体の大きい力の強い男性がいて、この人が水面でパニックを起こします。ちょっと体の華奢な女性の方がその人を見つけた時に、本当にその人にそのままアプローチしていて大丈夫なのかな、もしかしたらこうバタ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 大きな人がしている時にその人、この女性の方にも余計に危ない目に遭うんじゃないかな、もしそういうふうな不安があったらそこも自分で自分評価しなきゃいけないです。これはちょっと危ないなと思ったら自分は行かない、じゃあその代わり何をするのかというと、例えば女性だったら大きな声でキャーッと叫んでみる、叫ぶとやっぱ男性の声でも高い声で遠くまで届きますので、周りの人がすぐに気づいてくれてね、一番早い、効果的なレスキュー方法に、つながるかもしれませんよね。そういった感じで自分のことも評価する、相手も評価するんだけども自分のことも評価しましょうねっていうことが一番大事なことなんですね。もう一つやることはシナリオ練習です。シナリオ、うん、シナリオでやることは2つです。行方不明ダイバーの捜索と意識不明ダイバーへの対応、水中から引き上げるというわけなんですけども、例えば行方不明ダイバーの捜索とかになった場合にはこういったコンパスみたいなのを使うわけですね。こういったコンパスみたいなのを使って、まあ、自分で迷子にならないように自分の位置を確認しながらこうぐーっとこう、ね、方向を確認しながらいろいろ探していくというような感じになっていきます。講習の中では実際に意識不明ダイバーをシミュレーションしているダイバーを見つけます。でも大事なのはこの今やり方を学ぶことが一番大事なんですね。そのやり方を知った上でそれをどういうふうにじゃあ実際にそれが適用されるのかっていうお話をね、僕はよくしたりします。例えばボートなんかに乗った時に、大きなボートに乗った時にたくさんのね、捜索してくれる人がたくさんいるんであればですね、こんな感じになるかもしれません。ホワイトボード書いてみたんですが、こういった感じでボートがあって、まあ、東西南北にバディチームを組んでもらって、じゃあこのあ、エントリーは10分後にエントリーで、ダイブタイムは20分間ですと、普通にフロートを上げた状態で潜ってください、安全停止なしで必ず上がってきてくださいだったりとか、こういった感じで探していく。で、行方不明ダイバーは1人しかいないわけですから、ここに見つかったら見つかるんだれば、この人たちは見つからないわけです。見つからなくてもいいんだよっていうことがまず大事、うん、見つけなくても、やり方でしっかりここを探したということが大事。そうすると、ここは潰れますので、次の捜索の時に別のところを探せばいいということになっています。あるいは、ビーチの場合は、こうやって感じで、横並びになって一斉にガーッと動くのか、もしくはもうグニ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 、こっちと同じように動くのか、時間差で行くのか、それとも一斉に行くのか。で、こういった感じで、いろんなやり方が出てくる。でつまり、言いたいことは、その何かトラブルが起こったり、そう行方不明とかいたときに、突然じゃあ探さなきゃって言ってボーンっていけないんです。すぐになって必ずレスキューとかトラブルに対応するっていうことは事前の準備であったりとか段取りであったりとかっていうことが大事になってきます、ね、それがないとむやみやたりにレスキューとか、リスクの管理っていうのはできないよってことなんです。
リスク管理というのは必ず事前の準備と心構えがないと、それに対して突然起こった時に対応できませんよっていうようなことを教えるのがレスキューダイバーコースなので、これをね、学ぶっていうのはとてもね、ダイビングの安全、自分の安全を守るのに役に立ちます。で、このコースは誰か知らない人を助けるために知っておくべきものではなくて、自分のバディであったりとか家族であったりとか、ね、恋人であったりとか一緒に潜っている人たち、あなたの隣の人を守るということで、この隣の人が大事に思っている自分自身、あなた自身を守るということにつながってきます。なので、リスクをマネジメントする、リスクを潰していくっていうために、どんなリスクがあるのかっていうことをしっかり知るということは、あなたとあなたのバディを守る、一番安全にする、一番近道である。なので、このレスキューダイバーコースというのは、とても、ね、リスクマネジメントに役立つということは分かったと思います。今回の話をまとめると、ダイビングのリスクマネジメントにはレスキューダイバーコースが非常に役に立ちますよという話です。そして、レスキューコースを始めるのであれば、なるべく、よく、ね、ダイビングに頻繁に通うようになったらですね、ぜひとも、ね、レスキューダイバーコースを、ね、考えてもらいたいなと思います。そして、リスクを学ぶことで、他者目線、他者思考になって、一番の状況を俯瞰で見れるようになりますよ。それが一番リスクマネジメントに一番大事な要素ですよ。ダイビングのリスク対応としての考え方としては、トラブル対応には常に準備と心構えが必要ですよという、そのために知識を学びましょうねという話でした。アクティブなダイバーでしたらね、ぜひとも自分と自分の、ね、バディのため、このリスクマネジメントをするためにもですね、レスキューダイバーコースを、ね、取ることを考えてみてはいかがでしょうか。もうお近くの、ね、ダイブショップであったりとか、あとお知り合いの、ね、インストラクターとも相談してもらうと、皆さんね、きっと喜んで対応してもらえると思いますので、ぜひともね、喋ってみて、相談してみてください。